日本が本腰を入れて開発している F3 戦闘機開発ですが、総額1090億円規模になるとの情報をキャッチしました。今回は次期戦闘機開発で目指す戦闘機性能を詳しく見ていきますね。かなりアメリカも苦戦中ですが、第6世代戦闘機が見えてこないな。日本の航空自衛隊における F2 戦闘機の後継機種となる次期戦闘機の開発については、グローバル戦闘航空プログラム GCAP として、イギリス・イタリアとの共同開発で進められているが、2023年4月14日に、イギリス国防省が、これまでの次世代戦闘機、テンペストの開発主体となっていた、イギリスの防衛産業大手の BAE システムズと、さらなる開発促進のために、新たに、総額で、6億5600万ポンド、約1090億円、の契約を締結し、これまでの契約が延長されたことを明らかにした。イギリスでは、現在運用している、ユーロファイタータイフーンの後継機種に、現在の最新鋭である第5世代ステルス戦闘機よりも、さらに高性能なステルス性能などが期待される、第6世代戦闘機として、テンペスト計画を、イタリア・スウェーデンと進めていて、2035年の実戦配備を目指していたが、ヨーロッパでは、同じく、第6世代戦闘機、FCAS の開発を、ドイツ、フランス、スペインが進めていることもあり、それに、同時期に、新世代戦闘機の開発を進めていた、日本を取り込むことで、日本が持つ技術の導入や、実戦配備後の市場拡大による、コストダウンなどが狙えると、判断したのではないかと見られている。一方の日本は、これまでに、一応、国産戦闘機として、F1 戦闘機と F2 戦闘機を開発してきた実績はあるものの、純粋に、独自の技術によって、戦闘機を開発した経験はなく、次期戦闘機においても、これまでのアメリカ軍とのインターオペラビリティ、相互運用性能における観点から、開発を進めていく上でのインテグレーション、統合支援の候補企業として、2020年12月に、アメリカのロッキード・マーティンを選定していた。しかし、日本は、かつて、F2 戦闘機を開発する際に、設計段階から製造まで、純国産での開発を目指したのであるが、そのことに関して、当時のアメリカ議会では、日本の貿易黒字を問題視する声が、高く上げられていて、そのことを理由に、アメリカの貿易赤字を是正するために、日本に戦闘機を開発させずに購入させようとする勢力からの強力な横やりが入って、日本による独自設計は許されず、また、日本国内にも、アメリカの顔色を伺う議員勢力があるなどによって、最終的に、ロッキード・マーティン社、当時は、ゼネラル・ダイナミクス社が開発した F-16。ファイティングファルコンをベースとして改良する形で、アメリカとの共同開発にされた苦い思い出があった。F1 戦闘機を開発した際に蓄積したデータなどによって、F2 戦闘機において、国産開発ジェットエンジンの搭載が実現するめどが立っていたにもかかわらず、アメリカのジェネラルエレクトリック製の F110GE129、日本の IHI がライセンス生産して搭載されることになり、日本独自のジェットエンジン開発の道が閉ざされたのである。そればかりか、生産段階でのアメリカ側ワークシェアとして、総生産額の約 40% を搾取され、F-16 におけるアビオニクスなどの革新技術は、ブラックボックスとして日本側には提供されず、F2 戦闘機の近代化改修などについても、アメリカ側の承認が必要とされ、改修費用がどれほど高額となっても、それを受け入らざるを得なかった。さらに、技術移転面においては、日本が当時持っていた機体素材に、活用可能な最新鋭技術などについて、アメリカ側が入手を希望する、すべての日本の技術は、合意された手続きに従って、アメリカ側に移転するなどと、
どう見ても、明らかに不平等な条約を締結させられるなど、様々な苦い経験から、次期戦闘機開発において、ロッキード・マーティン社の支援を仰ぐことについて懸念する声が、政府と自民党や防衛省の中からも多数上がっていたのである。また、アメリカ空軍の中では、第6世代戦闘機が、第5世代ステルス戦闘機 F2 に、ラプターの後継機種として、有人機となるのか、次世代戦闘機を無人機として、開発を進めているとみられる、ロシアや中国と同じ方向に進むのか、あるいは、有人、無人の両用戦闘機となるかについては、空軍幹部から、様々な意見が出されていて、未だに、その方向性が不透明であるとされ、そのことが関係しているのか、ロッキード・マーティン社は、日本の次期戦闘機開発への協力に対して、あまり乗り気ではないような素振りが見られていた。それらのことから、2035年までの実用化を急ぐ日本政府と防衛省が、同じペースで、テンペストの開発を急ぐイギリスとの連携を深めるのは自然の流れであるとみられ、イギリスでは戦闘機開発におけるこれまでのノウハウを隠さず全て提供することを明言していることから、次期戦闘機においては日本が独自の改修を加えることが可能であることもイギリスと共同開発を実施する大きなメリットとされている。日本のインターネット上などでは、結局は純国産の戦闘機など開発できないので、アメリカからイギリスに乗り換えただけだとして批判する声が少なからず上がっているが、日本が現状で保有していない様々な技術が提供されて、日本が独自で近代化改修などを実施できるのであれば、国産戦闘機と呼ぶことができるとする見方が多く、さらに多くのパーツを共有できることで、製造だけでなくメンテナンス面においても大きなコストダウンにつながるとして歓迎する声が多くある。イギリス国務省は2021年の国防司令書において2025年5月までに20億ポンド約3320億円以上をテンペストプロジェクトに投じる計画を公表していたが、今回の6億5600万ポンドの契約はその中に含まれる。ただ、延長契約を意味する新たな契約について、内容の詳細は明らかにされていないが、イギリス国防省では、この契約のタイトルを、将来戦闘機プログラムを進めるための主要な資金調達として、契約は、すでに完了していて、テンペスト開発に関連する画期的な科学、研究、エンジニアに基づいて前に進んでいくとした。BAE システムズ機体開発担当は、テンペスト計画での同社のパートナー企業であるレオナルド英国法人センサー及び通信ネットワーク開発担当 MBDA 英国法人ミサイル開発担当ロールスロイスエンジン開発担当の3社と共に、開発協力によって契約における第1段階を終えているが、今回の契約延長に基づき、これらイギリス防衛産業界4企業が、イギリス国防省と緊密に協力して、最先端技術のデモンストレーション、デジタルコンセプト、新技術などを成熟させていく方針を示した。日本では、2020年、令和2年、次期戦闘機の開発は、三菱重工が開発主体となって進めることが決定され、三菱電機、IHI、川崎重工業、スバル、東芝、富士通、日本電機、NEC の7社が参画することになり、三菱重工業とスバル、及び川崎重工業が、機体の開発を担当し、エンジンを IHI が担当、三菱電機が、電子戦装備を制御するミッションシステムを統括して、東芝、富士通、日本電機、NEC が、レーダーを含む電子機器を担当することとなり、
200人超の体制で開発が進められていた。また、イタリアからは、防衛産業4社、レオナルド・イタリー、エレットロニカ、アビア、エアロ、MBDA イタリーが、テンペスト計画に参画しており、GCAP プロジェクトでは、2024年内には、これら各社のこれまでの開発内容の、詳細や費用負担などを明らかにした上で、2030年頃には、新世代戦闘機の生産を開始して、2035年から、各国での実戦配備を開始するとしている。今回の BAE システムズとの契約延長について、イギリスのベン・ボレス国防相は、将来の次世代戦闘機開発ための新たな資金調達によって、この先もイギリスの空は守られることになり、2035年には世界最高の性能を持つ戦闘機を保有するために、欧州と太平洋の国際パートナーであるイタリアと日本、そして我々が持つ複合技術や専門知識を融合することは大きな国益となると述べて、日本およびイタリアとの共同開発の意義を強調した。